どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、ホテル、航空、ポイントなどなどですね、細かい話ね、今週もいろいろございましたので、まとめてね、紹介していきたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではまずですね、Dポイントからですね、発表がございました。2024年1月10日より、携帯、ドコモ、光、ドコモ、電気、サービス料金の支払いに使う、データ量の追加に使う等において、従来から利用できた Dポイントに加えて、Dポイント期間用途限定が利用できるようになりますということで、2024年の1月10日からですね、ここら辺の対象サービスで、Dポイントのね、期間用途限定ポイントがね、利用することができるようになるんですよね。こちらね、期間用途限定ポイントっていうのはですね、まあ今ね、現金化もね、できるようになりましたので、まあそこまでね、めちゃくちゃ大きいニュースではないんですけれども、まあこのね、携帯とかドコモ光、ドコモ電気とかね、使っている方はですね、キャンペーンとかでね、この Dポイントの期間用途限定ポイントってたくさんもらえることがね、できるっていう風になりますので、ここでね、利用することができるっていうのはね、朗報ではないのかなと思います。まあこういったね発表がございました。それでは次ですね、こちらねメールが来ている方もしくはね V パスログインしていただいて表示されている方限定になるわけなんですけども、オリーブ限定 Apple Pay Visa Touch 決済で最大500相当の V ポイント還元キャンペーンということで、告知受けた方限定で iPhone をかざして支払いするだけで漏れなく最大500円相当プレゼントということで、こちら2023年12月の18日からですね、2024年1月19日までね、やっているキャンペーンなんですけれども、Apple Pay 限定で特別なキャンペーンのご案内ということで、期間中対象カードを設定した Apple Pay でビザタッチ決済ご利用していくと、最大500円相当の V ポイントがね、もらえるっていう風になります。で、こちらね、対象者は弊社から当キャンペーンに関するメール、または V パスアプリでプッシュ通知を受けたオリーブ会員の方、V パスのキャンペーン情報または V パスアプリのお得情報に当キャンペーンの告知バナー表示されているオリーブ会員の方ということで、まあこちらがね表示されている方限定にはなるわけなんですけども、1回のご利用ごとに100相当の V ポイントプレゼント、上限5回、合計500円相当の V ポイントまでね、もらえるキャンペーンが来ているんですよね。まあ、1回ね、100円以上利用していただくと、100ポイントがね、もらえて5回までね、もらえるキャンペーンが来ているっていう風になります。で、特定のプレゼントは2024年3月末をね、予定しているっていう風になりますんで、V ポイントはね、ALA マイル、JAL マイルね、交換することができるっていう風になりますんで、ぜひでこちらね、メール等々ね、来ていないかですね、チェックね、していただければなと思います。それでは次ですね、ハピタスからですね、ふるさと納税駆け込み、まだね、利用されてない方、まだね、利用するチャンスがございます。ハピタスからですね、マイナビふるさと納税で 8.5% ポイントバックの案件が来ております。またね、このマイナビふるさと納税の公式キャンペーンでですね、こちら、Amazon ギフトカードの寄付金 10% 上限なしでね、もらえるキャンペーン、さらにですね、Amazon Pay で支払いしていただくと、2.5% 分のね、還元がね、受けられるキャンペーンがね、来ているっていう風になりますんで、最大 12.5% プラス、8.5% 還元っていう風になりますんで、こちらね、ふるさと納税のね、できる上限ね、確認して利用できそうな方はですね、こちらね、めちゃくちゃお得なんでね、ぜひ利用していただければなと思います。それでは次にですね、残念ながらですね、大韓航空がですね、2024年4月の26日にですね、東京成田ホノルル間ね、運航再開をね、この大韓航空ね、先日発表があったわけなんですけども、運航再開延期をね、検討しているみたいなんですよね。これね、ちょっと残念ですよね。このハワイ路線ね、便数が増えれば増えるほどね、価格帯的にね、まあ、安くなるのではないかっていうふうにね、言われているわけなんですけども、残念ながらですね、延期を検討しているっていうふうになりますんで、もしかしたらですね、ここね、再開しないかもしれないですね。ちょっとね、期待してたわけなんですけども、まあ、こういった報道もね、出ておりますし、またね、ANA がね、エアバス380ね、3台3号機目をね、導入いたしましたので、まあ、席埋まんないとかをね、懸念してんのかな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、まあ、こういった感じのね、報道も出ておりますので、ちょっとね、残念ニュースですよね。まあ、先日、デルタ航空のね、羽田ホノルル、利用させていただきましたけども、行きはね、パンパンなんですけども、帰りガラッガラだったんでね、あれは多分ね、多分行きは採算取れてると思うんですけども、帰りは多分ね、採算取れてないと思うんですよね、デルタ便。ですので、
再開してもね、これ成田発っていう風になりますんでね。まあちょっとね、同じ価格だったらみんな向こう利用するのね、間違いないと思いますんでね。これはちょっとね、再開しないかもしれないですね。それでは次にですね、バンコクのアコーホテル2つがですね、なんとヒルトンホテルにリブランドということで、こちらね、プルマンバンコクグランデスクンビットっていうホテルがヒルトンバンコクグランデアソークっていうね、名前にリブランドされて、ヒルトンホテルにね、加盟になります。ですので、ヒルトンホテルのね、バンコクのホテルね、2つほど増えるっていう風になっておりまして、こちらとあともう一個ね、ノボテルバンコクシロムっていうね、ホテルが、ヒルトン岩庭院バンコクシロムって読むのかな？ちょっと読み方が間違ってたら申し訳ないんですけども、この2つね、ヒルトンホテルにね、加入ということで、こちらね、さっき調べたらね、もう追加になっておりまして、これですね、ヒルトンガーデン院バンコクシロムでいいのかな？ちょっと読み方すいません。間違ってるかもしれないですね。で、もう一つが、こちらですね。ヒルトンスクビットバンコク。もともとね、アコーホテルのブランドだったわけなんですけども、こちらがね、ヒルトンにリブランドということで、こっちはもう利用できそうですけども、こっちですね。失礼いたしました。ヒルトンバンコクグランデアソー、こっちですね。失礼しました。こっちはね、ソールドアウトになってるんで、まだ使えないのかな。まあ、ひとまずね、ヒルトンホテルのね、バンコクのホテル2つほど増えるっていう風になりますんでね、ぜひこちら覚えておいてください。それでは次にですね、こちらね、ワンワールドのね、公式サイトになるわけなんですけども、韓国のですね、インチョン国際空港にワンワールドラウンジがですね、先日オープンいたしましたということで、こちらね、朗報ですね、インチョンインターナショナルエアポートターミナル1にね、できるということで、まあこちらね、ワンワールドのラウンジですね。先日、スターアランスのラウンジが、パリの方にね、オープンいたしましたよね。まあこれのワンワールドバージョンはですね、インチョン国際空港に、オープンしたということで、営業時間等々ね、ここら辺に書いておりまして、ツイッターでね、もう行かれてる方いらっしゃいまして、こちらね、内装になっているみたいなんですけども、非常に素敵ですよね。バーカウンターとかもあって、いや、めちゃくちゃいいですよね。まあこういった感じでですね、インチョン国際空港にワンワールドのね、ラウンジが、できたっていう風になりますんで、ターミナル1ね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあここにね、書いてある通り、ワンワールドのね、ステータス持っている方に関しては、利用することができるっていう風になりますんで、JAL の JGC ね、持っている方はぜひね、立ち寄ってみていただければなと思います。もちろんね、ワンワールド便利用してない時はね、利用することはできませんので、その点は注意してください。それでは次にですね、もうね、一つの動画にはいたしませんけども、円高がすごすぎてね、今ね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、こちらね、50% ディスカウントキャンペーンが来ております。こちら12月31日までっていう風になっておるわけなんですけども、50% オフでね、購入することができます。で、こちらね、7万マイル以上ね、購入していただくと、本来ね、339,896円なわけなんですけども、50% オフということで、169,948円割引になって、こちらは、タックスですね、税金が入って、182,694円でね、7万マイル購入することができるって言った感じになります。こちらマイル単価はね 2.6 円ということで、まあ、かなりね今円安が響いておりますので、まあ、そこまでねめちゃくちゃお得なわけではないんですけども、まあ、2.6 円以上でね1マイル利用することができればね、まあ、お得になるかなというところで、ちょっとね 50% オフでもねかなりね単価的にはね、高くなるっていう風になりますんで、まあ、購入してお得に利用できる方はね、かなり限定的にはなると思うんですけども、一応ね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス 50% オフキャンペーンやっておりますので、利用される予定のある方はですね、チェックしてみてください。それでは次にですね、アマゾンでね、お得なキャンペーンがね、やっております。まあ、年末年始とかにね、ぜひ、時間のある方利用してみるのもね、いいんじゃないかなと思います。まずね、Kindle Unlimited ですね、30日無料で0円で利用できる。またね、3ヶ月お得プランということで、3ヶ月で99円というね、めちゃくちゃお得なプランもあります。で、次ですね、Amazon Music Unlimited 30日無料キャンペーンも今やっております。で、全部ね、概要欄に載せておきますけども、こちらがね、非常にいいです。こちら100ポイントもらえるんですよね。しかも無料で100ポイントもらえるっていう風になりますんで、これはね、ま、皆さんね、突撃してください。まあ、こちらね、100ポイントもらって、100ポイントもらった後ね、大会すれば OK っていう風になりますんで、ぜひこちら利用していただければなと思います。それでは次ですね、ANA が燃油サーチャージね、引き下げを発表いたしました。まあ、先日ね、言った通りね、JAL の方がね、引き下げ発表いたしましたので、まあ、ANA もね、引き下げされるんじゃないかと、
というところだったんですけども、こちらが今ですね、12月1日から1月31日ご購入分までということで、日本からハワイね、特典航空券発券すると片道26,500円、今ね請求されます。こちら往復だと5万超えるわけなんですけども、これがね2月1日以降の運賃からハワイ路線ね、24,500円片道になります。ということで、往復で5万切るぐらいにね、なる感じですね。まあ、それでもね、特典航空券でね、まあ、マイル払って往復5万かかるって考えると、まあ、ちょっとね、何のためにマイル貯めてるかね、わかんなくなってしまう部分がございますので、まあ、ビジネスクラス以上でね、利用できるのであればですね、ちょっと飲み込める部分はあるかもしれないんですけども、まあ、エコノミーだったらね、ちょっと厳しいですよね。まあ、私はね、ネイサーチャージが高いうちはですね、他のね、マイレージプログラムね利用してハワイ等々ね利用してさせていただく予定なんですけども、もうちょっと下がってほしいですよね。片道1万円ぐらいになってほしいですよね。ひとまずですね、2月1日から引き下げはね発表されました。では次ですね、 JAL の方はですね、先日私ね JAL のオペレーターの方に問い合わせる機会があって検索してたらですね、皆さん知ってましたかね、今JAL のね、オペレーターの問い合わせで LINE が使えるっていう風になるんですよね。国内線、国際線で両方ともこの LINE でね、やり取りができるっていう風になっておりますんで、これね、覚えておいた方がね、いいと思います。どうやらね、タイミングによってね、ちょっと待たされたりとかね、返信返ってくるの遅かったりするみたいなんですけども、平日にね、問い合わせた方はね、本当に5分ぐらいで返信返ってきたっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ便利に使えるのではないのかなと思いますので、登録だけね、しとくのもね、いいと思います。では次ですね。ソラシドエアのゴールデンウィーク夏休みの航空券販売開始ということで、とうとうね、狙ってる方ね、かなりいらっしゃると思うんですけども、ソラシドエアのマイルね、非常にお得に利用することができるわけなんですけども、2024年1月31日14時からですね、予約開始になります。で、退場の当初期間が2024年3月31日から10月の26日ということで、ゴールデンウィーク夏休みの航空券もね、含まれる期間が発売開始になります。で、日時は1月の31日の0時からですね、大人運賃、子供運賃ですね、こちらが通常のやつですね。で、同日の2時からソラシドエアの特典航空券も同時開催となりますということで、 V ポイントね、今 200% でね、このソラシドエアのマイルに交換することができるっていう風になりますんで、利用される方非常に多いと思うんですけども、決戦はね、1月の31日14時からっていう風になりますんで、ぜひこちらもチェックしてください。で、対象路線ね、こういった形になっておりまして、まあ一番ね、人気路線は多分東京、沖縄になると思うんですけども、こちらですよね、東京、沖縄、あとね、神戸、沖縄とかね、ここら辺がね、一番集中すると思うんですけども、利用される予定のある方はですね、こちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。それでは次にジップエアですね、2024年3月13日より東京、成田、バンクーバー路線就航開始ということで、12月の27日12時よりですね、販売が開始になりましたということで、ちょっとね、後で価格見たいなと思うんですけども、日本の LCC で多分初だと思いますけども、東京、成田からバンクーバー路線ね、新規就航ね、いたしますということで、すごいですよね。どん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 増えてますよね。今ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンゾゼ路線を運行しており、バンクーバー線を含め日本から北米へのネットワーク4路線週22便往復に広がりますということで、で、こちらはね、便の詳細になるわけなんですけども、こちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、運賃の方ですね、フルフラットシートが成田、バンクーバー10万円ですね。で、バンクーバー、成田も、バンクーバー、成田が、1050カナダドルですね。で、スタンダードバル、一番安い運賃は、28,950円。で、帰りは300カナダドルということで、ちょっとこれは後でね、実際の金額見たいですけども、これだといくらで5万、6万円未満で、利用できそうですよね。で、オプショナルサービスということで、受託手荷物とかね、まあこういったので、まあお金が追加でね、かかるっていう風になります。ちょっとね、値段を見ましょうかね。では、東京、成田の航空券、一応往復で見ましょうかね。3月から、でもあれですね、もう最安値は残ってなさ、でもあれか、3万7000、多分これが最安値っぽいですよね。ここにしましょうか。これで、帰りの座席タイプを
こんな感じですね。まあ最安ではちょっと帰りのフライトは多分最安になってなさそうですね。300カナダドルなんで、300カナダドルって2万8000円ぐらいだと思うんでね、多分これ最安になってなさそうですね。ですけども、まあ8万2000円ちょっと高いかな。まあですけども、まあ一番最安値でもまあ5万6万円超えないぐらいで購入することができそうなんでね、これはね良さそうですね。はい、3月14日からですね、就航開始っていう風になりますんでね、利用される予定のある方ぜひチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、ジェップエア続きますけども、ホノルル線2024年夏スケジュール販売開始ということで、12月26日からですね、成田ホノルル線2024年夏スケジュールの期間搭乗分のチケットをね販売開始いたしますということで、もしね2024年の夏、3月31日から10月の26日のねホノルル便利用されたいっていう方はね、ぜひね、こちらチェックしていただければなと思います。先ほど、先日ね、調べた時にはですね、往復5万8000とかね、まあそのぐらいのね、金額で、利用することができるね。夏休み期間中もね、運賃ございましたので、総額で往復でね、めちゃくちゃ安いですよね。ですので、もしね、夏にね、ジップエアでホノルル便利用されたいっていう方は、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。非常にね、価格的にはね、安くて、あ、やっぱりね、LCC だけどめちゃくちゃ安いなと思ってね。はい、こんなね、安い運賃ね、このジップエアで出されたらね、なかなかね、エコノミークラスとかでね、ANA マイルで再チャージ払ってね、行く気にはちょっとなかなかなれないな、なんていうふうに思いましたので、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。もうこちらね、発売しておりますんでね、ぜひチェックしてください。はい、ということで今回ですね、ちょっと細かい話まとめてね紹介させていただきましたけども、いや個人的にはですね、大韓航空のね成田ホノルル便がね延期、運航再開がね延期濃厚ということで非常に残念ですね。やはりね、便が増えれば増えるほどね値段的には安くなりますんでね、もっとね安くなってほしいんでね、再開してほしいなぁなんていう風に思ってたわけなんですけども、いやこちらね本当に残念ですね。はい、ということで今回のね話、公式サイトあるものに関しては概要欄にね載せておきますので、気になるものございましたらぜひチェックしてください。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。